ました。嬉しい。これ奥さんお絵かきですよのっていう番組があるんですよ。あの奥さんを捕まえて商品券ゲットのチャンスがあるお絵かきの番組があるんです。あの後ろでカメラに向かってこうやってやってました。ただのヤジ馬。どれぐらいぶりですか？去年の10月に1回帰ってきたので7ヶ月ぶりです。じゃあ久々の心楽しみます。北海道上陸しました。じゃん。これは豚の角煮とたっぷり野菜のスープカレーでございます。辛さは普通。いただきます。ですね、場外市場に来ました。ここに大きなカニがいます。いっぱい海鮮を食べていこうと思います。行きます。眩しい。夏が怖すぎない？え、どうしよう。今どこに？今は北のグルメ亭にいます。タクシーのおじさんにおすすめしていただいて海鮮を食べに来ました。じゃん。メニューでかくないですか？はい。ママ、どうします？何が好きなんですか？イクラが好きなんです。イクラ、イクラ丼。はい、イクラが好きで、ね、でもウニの食わず嫌いも治ったんですよ。イクラ丼にします。イクラ丼で、はい、じゃあ頼んでみますか？はい。イクラ丼と何を頼んだんですか？イクラ丼とアワビステーキです。人生初アワビです。これもちょっと見た目から食わず嫌いです。食べよう。全然食べれます。はい。牡蠣みたい。牡蠣じゃない、何でしたっけ？つぶ貝。つぶ貝みたいです。あんまりでした。え、美味しいですよ。でも なんか普通に美味しくて、今まで食べなかった理由がわかんない。じゃあ、イクラ丼食べます。めっちゃイクラ深いんですよ。やば、詐欺ってない。え、美味しそう。やばい。いただきます。うん、口です。いらないです。簡単に。やっぱ違いますよね、北海道のイクラって。違います。思いません？いや、まだ今食べてない。食べてください、マジで。北海道では海鮮を食べて全然回転寿司で満足だったんですよ。うん、だから回転寿司は週1くらい行ってました。お家の近くのところ回転丸ってとこに行ってます。で、すっごくたまに名古屋家庭っていうなんかイクラをどんどこやるところがあるんですけど、うん、そこにたまに行ってました。でもそこは回転寿司の中で高いところなので、たまの贅沢行ってた。うん、北海道はいつまでいたんですか？中1の冬です。中2になる1ヶ月前くらいまでいました。で、中2から上京して、でも生まれてからずっと北海道だったんで、今のところ人生で一番長いのは北海道です。なんか思い出あります？うーん、やっぱ劇団じゃないですか。劇団はどこに入ってたんですか？劇団フルーツバスケットっていう中央区にある劇団なんですけど、結構今芸能界で活躍されてる方々にも劇団フルーツバスケット出身の方も結構いて。うん、例えば久保田さゆちゃんです。
ていうのか、あとスターダストさんの声優部門でいる子もいますし、ABEX で今度デビューするグループにもいます。みんないろんなとこで活躍してます。有名な人を輩出する劇団なんですね。そうですね。どういうきっかけで入ったんですか？もう全部友達の誘いでした。もともと事務所に入ってて、北海道のその劇団を運営してる事務所に所属してて、で事務所に所属してる中でお仕事としていただいた映画の撮影の時に共演した子たちがみんなその劇団に入ってたんですよ。でせっかく仲良くなったのに会えなくなるの寂しいみたいな、劇団入ったら一緒に頑張れるのにって言われて、ずっと前から悩んでたけど、そこでやっと決意固めて劇団入ったんですよ。2年半くらい活動、劇団で活動して辞めてこっち千葉に。うん。中して大変だったこととかあります？内気なんで意外と。自分が、はい、仲良くなるまで本当に心開かないので、馴染めなくて学校で、なんでかわからないけど中学校に転校するときに、なんか北海道で芸能やってたりとか来るらしいっていう話が、ね、あったんですよ、転校した日に。その、うん、先生たちから漏れたとかなんとかだと思うんですけど、なんか居心地悪くて最初から学校に馴染むのが大変でした。最初の1週間半とか、ひたすら模索してました。はい、じゃあ準備していただきました。ごちそうさまでした。次に行きたいと思います。やばくないですか？逃げないんですけど。逃げてんのか。じゃん、テレビ塔です。ちょうど私のあの助かる。ここは何ですか？ここは札幌のシンボルみたいなところです。ここに大通公園の一番端っこにテレビ塔があって、夜はライトアップします。東京でいう東京タワーと東京スカイツリーみたいなもんです。なるほど。はい。ライラック。ライラック有名です。千葉でライラックって見たことないです。花？咲くんですか？わかんない。千葉ってライラック。千葉限定で聞かれるとわかんないですけど。確かに。全然咲くみたいです。ここで何をするんですか？ここでは、トウキビワゴン出てますよ。トウキビワゴン。あの北海道って春夏にトウキビワゴンって言って、焼きトウモロコシとゆでトウモロコシを販売するワゴンが出るんですよ。食べます？でも口の周りマジで汚くなるんですよね。これ今海鮮丼食べてきたばっかなんで。確かに。ちょっと休憩します。はい、休憩します。リボンナプリ、リボンナプリってあります？東京も。いや、わかんないです。飲み物です。ナポリ、リボンナプリっていう飲み物。これってあります？北海道限定だ。あります？見たこと。見たことないです。これ美味しいですよ。なんか何味かあんまよくわかんないんですけど、甘いです、めっちゃ。リボンナポリ、これなんかちっちゃい時からお兄ちゃんとか飲んでた記憶あります。本当は登れるんですけど、多分今やってないです。ぜひ北海道来た方は登ってみてください。大通りの景色を一望できます。冬だったら雪景色を見れます。あ、めっちゃ駅近です。大通り駅から地上に出てきたらここに着きます。あと、もう見えてるんですけど、こっちに行ったらデパート街に。ここはでもなんか思い出とかあるんですか？オーディションによく行ってました。オーディション NHK に。 NHK、はい、NHK さんとか STV さん、札幌テレビさんの会社がたくさんあるんです。これテレビ局とか結構多いですね。テレビ局が多いんです。あとテレビ塔が立ってるだけあって、オーディションによく行ってました。テレビ塔をこっちに来ると、このアリスってお店があるんですけど、ここのアリスってお店は私の札幌の友達たち、 JK たちがこぞってくるスイーツビュッフェのお店があります。すごい可愛いんですよ、見た目とか。私は行ったことないんですけど、 JK たちがこぞって食べに行ってインスタ上げてます。インスタ映えストーリー。ここは何の通りですか？ここはですね、お店が増えます。急にデパートとか食べ物のビルとか。東京で言うと新宿とか。あ、新宿、いや池袋かな。池袋とかです多分。ここが私が遊ぶ時にいつも来てた田貫工事です。端っこの抜き工事1丁目です。大通り沿いにあります。
本国に来たら何でも揃います。東京で言うと、東京で言うと小岩の商店街か、あ、下北、下北、嘘、高円寺、高円寺か小岩の商店街、うん、古着屋さんもちょいちょいあるし、タピオカ屋さんも、あとはお洋服もあるし。ここで何してたんですか。ここで私は綿飴屋さんがあるんですよ、4丁目か5丁目のとこに。そこに行って綿飴を、なんかその時まだ原宿行ったことなくて、原宿で大きい綿飴有名じゃないですか、それを札幌で食べられるってなって原宿行った気分を味わってました。小学校6年生とかね。あとビゴーさんがあるんです、ここに。だからお洋服買う時は札幌駅にもビゴーあるんですけど、札幌駅に行くかここに来て買ってました。だからちょっとおしゃれなセレクトショップっぽい。楽器のギターとかの買い取りとか。あ、ほらビゴーさん、やっぱ2階まであります、ね、今年の青春ですね。ここで次2丁目です。道路渡ってこれが6、8くらいまで続きます。8、はい、6か8まで続きます。確かにどこまで来るかも覚えてないです。長いですね。そうなんですよ。あと北海道といえばのサンドラッグがあります。サンドラッグ北海道といえばですよね。そう、サツドラか、札幌ドラッグ、サツドラ、あ、サツドラ、サウンドドラッグじゃなくて、サンドドラ、サンドラッグはまた別ですか。サンドラッグ、あ、でも東京ありません。あります、あるか。サツドラです、私買いたいな。でもサツドラここじゃなかった。あと、ここのゲームセンターでよくクレーンキャッチャー、 UFO キャッチャー、クレーンゲームやってます。クレーンゲーム得意なんですか。苦手です。あとここ地下1階にプリクラがあるんですよ。ここでみんなで撮ってました、プリクラ。あとクレープもちょっと気になりません ?TKG ちょっと気になりません。卵かけご飯ライト回してみます。卵かけご飯ライト回していきます。わ、またいらんものを持ってきてってお母さんになる。私はちょっとお醤油だけがいい。すごいなんか今時のカプセル。ご飯のお椀、え、醤油がけ、見てください。え、じゃん、いらない。それじゃあお家に飾ります。お豆腐屋さん潰れました。あれ、お豆腐屋さん潰れました、多分。あ、そう、私の好きな札幌の餃子屋さん、はい、へぇ、こいつカレーみたいな感じの海苔です。でも餃子なんですね、うん、あとここの包丁お母さん大好きで、うち今もここの、あ、サツドラッグで話渋滞しちゃう。これサッポロドラッグ、私サプラージュで髪切ってましたよ。美容とか全く興味なかった時、プラージュで1000円カットとかしてもらってました。古着屋さん、ここあのすすきのですね、この通りこっち行ったら。あと路面電車みたいなの走ります。足元あれですね、路面電車。あ、はい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 、これは私も乗りたい。あんま乗ったことないです。あ、そう、はい、じゃあ乗っていく。これどこに行けるんですかね。いや、わかんない。かわいい。ピッコに似てます。ピッコロちゃんに、あと死んじゃったソラちゃんに似てます。これは何ですか。これは何でか分かんないんですけど、大通公園からテレビ塔までの間をつないでるオーロラタウンってなんか地下街なんですけど、何でか分かんないけどあって、小鳥の広場が。ミュージカルの稽古の帰り道とかにここに寄ってメソメソしながら見てました。今日はあんなことで怒られたなって言って見てました。じゃあ思い出が詰まった広場なんですね。はい、一番大きいのがこんなんなんです。さすがにそれは10人で食べるとからしいので、3、4人で食べきれるサイズの大きなパフェに挑戦していこうと思います。で、アイスがいっぱいらしいので寒くなることを見越して温かい飲み物を頼みました。頑張って。
って食べきります。あ、一人じゃないですよ、マネージャーさんと一緒に二人で食べます。食べていきます。え、すごくないですか？刺さってどうですか？言葉出ないです。そうすぎちゃうね、大きくても。え、一発目はでも思いっきり言ってください。そうですか、贅沢。待ってていいですか？どうぞ。だって普通のはこれ1個ですもんね。いただきます。甘すぎないからいけるんじゃないですか。美味しいです。いけますよ。多分くどい感じじゃないです、甘さが。うんうん、美味しい。何ですか？メロンです。甘、生クリーム食べた後も甘いってすごくないですか？アイス17個分って書いてあるんですよ。でも結構なスピードでいかないときついよね。溶けちゃいますよね、普通のパフェ7個分。うまい。美味しいですよね、うん。何あなた、だって上しか食ってないよ。俺もうこんなんだよ。すごい、え、すごいですね。土砂崩す工事。やっとこれです。間違った。アイスクリームは15個使用、通常パフェの約7個分って。これアイアムもちろん大きいパフェだけじゃなくて普通のもあるので、皆さんぜひ。バレました。ちょっと置いたの。ちょっとお腹いっぱい感出した。今回しょぼいかもしれない。今回誰がここに行きたいですかね。俺の方じゃなくてカメラ見てもらって。違うんです。北海道行こうって行くぞってなって、面白いの撮れないかなって何回言ってたんですよ。意外と思い浮かばなくて、お母さん、テシシパーラーのパフェ美味しいから食べていきなよって調べたら、ジャンボパフェって、これが面白くなるぞって言って、ノムさんを誘いました。アイスまた3個目にしても破れそうです。普通サイズのパフェを半分にするんです。周りの皆さんがそうです。あ、苦しい。こう増やってきてきて、割と一番辛い。ずっと甘いですからね。厳しいですね。はい、出てきました。結果、フルーツポンチを食べきれなかったです。すみませんでした。それ以外はね、それ以外は食べました。ラストのフルーツポンチがきつくて食べれなかったんですけど、大食いに自信ある方ぜひ行ってみてください。受け取りしたら普通の美味しいパフェもあるので、ぜひ食べてください。Next stop.